ただいまから丸の内警察署丸の内交通安全協会主催による丸の内交通安全の集いを開催いたします。はじめに丸の内警察署長高田博史より挨拶を申し上げます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。丸の内署長の高田でございます。本日は、来る4月6日から15日までの10日間春の全国交通安全運動が始まります。それに伴いましてですね、交通安全パレード、そして交通安全の集いを開催いたしました。皆さん非常にお忙しいところですね、多数ご参加いただきまして本当にありがとうございます。そしてこの会場をですね提供していただきました三菱地所様にも日頃からですね警察業務管轄にわたりましてご協力を賜っております。この場をお借りいたしまして厚く御礼申し上げます。さて交通安全運動はですね戦後すぐ昭和23年から始まりました。春と秋2回ございますので今回で137回を数えているという非常に歴史のある運動でございます。そして今回春の交通安全運動のテーマはですね、子どもと高齢者の交通事故防止、事故に遭わない、起こさない、これをメインテーマとして運動を展開してまいります。さて東京都内の交通事故状況と申しますと平成13年からおかげさまで連続して16年事故件数そして負傷者数については連続減少しております。また昨年のですね不幸なことながら交通事故で亡くなられた方159名、これも戦後最少と記録しております。しっかりとですねこれからもやっていこうと思いまして警視庁は今年もですねスローガンとして、交通死亡事故連続減少チャレンジロード140以下に死亡者数をですね抑えようというふうにしっかりと交通安全運動を展開していきたいと考えております。その中で丸の内警察署動画といいますと、残念ながら昨年ですね昨年の4月に、バイクと直進のバイクと、普通貨物車ですね貨物車の右折車との衝突事故でバイクの方がお亡くなりになっております。一件発生しております。また今年もですね1月にこれは地下駐車場に入られた歩行者の方と乗用車の衝突でやはり1名の方亡くなっているというそれぞれ1件ずつですね死亡事故発生しております。非常に厳しい状況というふうに考えております。今回の交通安全運動を一つのバネとしてですね前の署としましてはしっかりとですね街頭活動あるいは皆様方とですね一緒にですねキャンペーン等を行いましてですね交通安全思想の普及に努めて一件でも少なくですね交通事故抑止活動を展開してまいりたいと考えております。そういった中今日はですね女優の山村もみじさん一日警察署長としてお迎えいたしました。後ほどですね、山村もみじさんと丸の内の女性職員との交通安全のミニトークあるいはメッセージをいただきたいと考えております。どうか皆さんはどうかお楽しみにしていただけると思います。結びとなりますが、丸の内警察署員ですね交通事故防止とともに、犯罪のない安全安心な町づくりにですね今後ともしっかり取り組んでまいりたいと思います。どうか皆様方もですね、ご支援ご協力の賜りたいと考えております。またここにご参加の皆様方もですねますますのご健勝ご多幸を記念申し上げまして私の挨拶をさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。続きまして丸の内交通安全協会長
青井博則よりご挨拶を申し上げます。よろしくお願いいたします。はい、ただいまご紹介いただきました丸の内交通安全協会会長の青井でございます。平成29年春の全国交通安全運動に際しまして本日丸の内交通安全の集いを催しましたところ、大変、天気もよく大勢の方にご参集いただきまして誠にありがとうございます。さて、今ほど丸の内警察署高田署長のお話もありました通り、都内管内における交通事故の状況は決して油断を許さないという状況が続いているようでございます。交通事故は一瞬の過ちによりまして大きな代償を背負い、交通事故の被害に遭われた方、交通事故を起こされた方、もとよりそのご家族の方までも大変悲しい思いをするという悲惨なものということになってしまいます。どうか皆さん、守るべき交通ルールをしっかりと守り、交通事故に遭わないようにしていただきたいと思います。さて、この春の全国交通安全運動期間中、丸の内警察署におかれましては交差点の街頭配置をはじめ、各種キャンペーンを予定しております。私どもも惜しみないご協力をさせていただきたいというふうに考えております。皆様におかれましてもどうかご家族の方を含めまして交通事故の当事者にならないように心がけるということはもとより、一人一人がですね、交通安全情報の発信源となりまして、できるだけたくさんの方に交通事故防止を呼びかけ、交通安全意識の普及と浸透に努めていただきたいというふうに考えております。以上、簡単ではございますが、本日お集まりの皆様のご健康とご多幸を祈念いたしまして私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、本日は大変お忙しい中ご臨席を賜りました千代田区長石川雅美様よりご挨拶をいただきたいと思います。石川区長、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。地元の千代田区長の石川でございます。ご挨拶を申し上げます。ずっとこの中通りをパレードをしてまいりました。たくさんの皆さんが沿道にいらっしゃる。拝見をさせていただきますと、ここにお勤めの方だけではなくて、お買い物に来てる人、あるいは観光という形でお見えになっている方も大変多くございました。この館内がまさに一日中と申しますか、平日もお休みの時もさまざまに人々が集う町になってまいりました。ある面では私たちの社会の東京あるいは日本のこの町は顔であるかも分かりません。ぜひここでさまざまに集い活動する皆様方が事故のない交通安全な街になるように一人一人が日々の活動の中で思いやりや譲り合い、そうしたことを日々取り組んでいただくことが交通事故防止ゼロの街になるだろうと思います。どうぞ東京、日本の象徴たるこの街が交通事故減少の街として作られることが結果として
安全安心な日本の社会を作っていくことにつながるだろうと思います。2020年に東京オリンピック・パラリンピックが開催され、たくさんの内外の方々がこの地を訪れるというふうに思っております。ぜひ皆さん一人一人の手で交通事故ゼロ、安全安心の街を皆さんの手で一緒になって作ろうではありませんか、というお願いとお話をさせていただきまして、私の挨拶といたします。いつもありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ここでお時間の都合上ご挨拶をいただけない来賓をご紹介させていただきます。警視庁交通部鮫洲運転免許試験場長三國康雄様、丸の内警察署一日署長山村もみじ様、続きまして主催者丸の内交通安全協会役員をご紹介いたします。鶴田光雄副会長、岩田哲夫副会長、羽賀一副会長、高橋克也副会長、以上丸の内交通安全協会役員のご紹介をさせていただきました。次に丸の内警察署一日警察署長の山村もみじさんに交通安全宣言をお願いいたします。それでは山村さん、よろしくお願いいたします。交通安全宣言1、自転車に乗るときは自転車安全利用規則を守ります。1、自動車に乗るときは後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用をいたします。1、お酒を飲んだら絶対に運転はしません。1、二輪車を運転するときはスピードの出しすぎや無理な割り込みはしません。1、交差点を通行するときはアイコンタクト運動を実施し、左右の安全を確かめてから通行します。平成29年4月4日、丸の内警察署一日警察署長山村もみじ。力強い交通安全宣言、どうもありがとうございました。以上で第1部式典を終了いたします。引き続き第2部のトークショーに移ります。準備が整い次第始めさせていただきますので、皆様は今しばらくそのままでお待ちください。